マッケンテレビ。はい、皆さんこんにちは。マッケンテレビのマッケンでーす。ということで、本日もメニューの方行ってみようと思います。赤、言い伝え検証。黄色、ロックバランシング。緑、ダンシングマッケン。青、温泉リポートとなっております。では早速くじの方行ってみようと思います。よいしょっと。はい、今日もよく混ぜて、よく混ぜて。では今日も行きます。なんと、2回連続で温泉リポートが当たりました。ということで本日も温泉の方行ってみようと思います。マッケンテレビ。はい、ということで温泉に着きました。今日来た温泉はこちらでございます。熊本県の日名湯温泉ですね。こちらの温泉といえばですね、かの有名な詩人種田山頭火さんも泊まりに来たという温泉です。この日名湯温泉といえばですね、この分かりますかね、3階建ての木造の建築物が残っているということで大変有名で、なんかですね、重要文化財とかにですね、指定されているものもあるそうです。非常にね、風流な、ちょっとね、ひなびたっていう言い方もあるんですけれど、非常に風流な建物がたくさん残っています。でですね、私、こちらの、金太郎さんに行ってみようと思います。素晴らしいですね。どこから入っていいのか分かりません。こちらですかね。いや本当にですね、歴史を感じる佇まいですね。またこの畳が綺麗なこと、綺麗なことすごいですね。こちらの金太郎さん、中はこのようになっているそうです。すごいですね。すごいクオリティのシルバニアファミリーの家みたいになってます。いや、こちら中庭ですね。すごいですね。いやー、すごい、すごいとしか言いようがありません。さすがにですね、お風呂の中は来ることができないそうなので、まあお風呂は見えないんですけれども、金太郎さん、このようにすごい、すごい空間になっております。今から、お風呂に入ろうと思うんですけれども、すごいですね、これまたね、すごいな、すごいですね。もうね、こんなのね、なかなか作り出せないですよ。すごい空間で、今から入ろうと思うんですが、こちらですね、交渉の末ですね、なんとお風呂場を移すことが可能になりました。拍手です。ということで、こちらがお風呂でございます。綺麗ですね。綺麗な浴槽じゃなくて綺麗な脱衣所。マッケンテレビ。はい、ということでいきますよ。お風呂まで3、2、1、ほい。いやー、綺麗なお風呂ですよ。見てください。綺麗ですね。そしてグルグル沸いております。いやーね、結構ね、スラスラした感じの温泉です。ではですね、ゆっくりと入ってこようと思います。
ということで日名子温泉いかがだったでしょうか。ちょっとね、見なくていいようなシーンとかですねあったかもしれませんけれども、そこは皆さんの、ね、心で整理していただいて、とりあえずね、あの日名子温泉というところはですね、まあ、600年前から続く温泉街でですね、木造3階建ての建物なんかが残っている、国の重要文化財に指定された建物もあるようなですね、歴史深い温泉街です。泉質は塩化物泉ですので、もう非常に汗が出てもう暑くて暑くてたまんないんですけれども、まあ、冬はものすごく温まる温泉なんだろうなと思いました。感想としてはですね、人も少なかったのでものすごく広々と気持ちよく入ることができました。でですね、やはり風情のある街中ですからね、もう温泉に来たぞという気分にさせてくれる素敵な温泉だったと思います。では本日もありがとうございました。